どうも、高野清です。体道場ラフ整骨院教師の代表をやってます。治療家として整骨院やりながらもスポーツトレーナーとして運動指導などをさせてもらってます。で、今日なんですけれども、ランニングに対して、際してフォームですね、フォームの基本的な考え方、足のつく場所みたいなところのお話をしたいなと思います。足をつく場所をすごく大事になってきます。で、できるだけ長距離走る人なんかは特にですけど、効率的に走ることで、体力温存できますし、持久力が伸びるということになりますので、すごく重要だと思います。それではやってみましょう。それではやっていきましょう。足をつくところなんですけれども、走っていって足をつくところは自分の体の、持久走と考えてですね、マラソン的な長距離ランニングと考えて、できるだけ自分の真下あたりにつくと、これが大事になってきます。体の真下ですね。前についていくと、これだけでもブレーキになります。一回ブレーキを踏んで足でグーッとアクセル持っていくという風な感じで、車で言えばブレーキ踏みながらアクセル、ブレーキ踏みながらアクセル、これを繰り返すことになるので、もうとても非効率的になりますね。なので、しっかりとブレーキをできるだけ踏まない、ブレーキが止まるときだけで結構なので、ブレーキを踏まずにしっかりとアクセルを踏み続ける形を取りたいので、自分の体の真下につくという形の練習をしてみてください。なので、ここから上げて真下に落とす、真下に落とす、真下に落とす、真下に落とすという練習をしてあげるといいです。なので、ここから上げていくと、ここという形で練習してあげるといいのかなと思います。踏むときに真下に入っていく、これを細かくやれば、立ち足に、前足の立ち足の上に体が乗ってくるので、これ乗る、この練習、乗る乗る、こういう練習をしてあげるといいです。前足に乗ったところで、一回止まっててもいいので、前足が垂直に立っている直角三角形を下半身で作るというイメージでやってあげると、ウォーキングでも使えるような練習法ですが、しっかりと体重が前足に乗って送って前に送っていくという練習になるので、こういう形でも意識づけとしては有効だと思われます。しっかりやってみてください。はい、どうだったでしょうか。すごく、簡単なようでいて難しいことでもあります。自分の真下につく、真下っていう風になるのが、結構私指導者の中でも多い感想になりますね。なので、まず前足に立って、体重を乗っける、前足の真上に腰、骨盤、肩、頭が乗ってるっていう形を取るように練習してみるといいのかなと思います。それが連続していくと歩くで、速くしていけば走るになってくるので、ぜひちょっと練習してみてください。ぜひ効率的な走りを獲得して、ランニング楽しんでもらえたらいいかなと思います。怪我の予防にもすごく重要です。ぜひ頑張ってみてください。それでは今日はここまでになります。この動画が参考になったなということであれば、チャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。それでは今日はここまでです。また。